国鉄 C31 系コンテナは日本国有鉄道が1983年から1984年まで製造した鉄道輸送用長さ12フィートの5トン積み有害コンテナである。国鉄は多くの荷主より作業環境に応じて柔軟に対応できる複数方向から二役可能な構造のコンテナ配備を強く求められ、1983年に c 2 1系コンテナ2個を用いて、モックアップを製作し、検討を行った結果、速報総開き式が採用された。そこで、C20K 及び、C21K コンテナを二肩開きに改造した C30 型を、国鉄工場で製作するとともに、本形式3500個の申請を、富士重工業及び、東急車両製造で行った。当初より片づ側面、 変速面の鬼型開きコンテナとして設計、製造された点が C30 型との相違である。1984年に全高を若干増やし、自重及び製造コストの低減を図った C35 型が登場したため、製造は3500個で終わった。また、もともと専用線でのホームニアクに対応するため、製造されたコンテナであるため、 750個については常備駅を決めて運用された。これらの新生児の常備駅は次の通りであった。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては3497個が日本貨物鉄道に引き継がれ継続使用されたが、1996年度以降、19D 型や 19G 型などの新型コンテナの登場により、 用途廃止、廃棄が進み、2009年に形式消滅した。構え体は全溶接構造で、側板と2役扉は C20 系コンテナに準拠したコルゲート鋼板製である。内部には 4mm 厚合板製の内張りがある。屋根は対抗性高張力鋼の平板製で、天井にも合板製の内張りが貼られている。面び側面に、 二役扉を設けた二方開きで、外のリスン法は高さ 2350mm、幅 2438mm、長さ 3658mm、時長1.4トン。内容積は17.0立方メートルである。前球の C30 型では、既存のコンテナを改造したため、側面右扉が180度までしか開かないという、構造上の制約があったが、 本形式では通常のコンテナ同様に開いた扉自体が二役作業時に障害にならないようコンテナ側面壁にぴったりと貼り付く270度まで開くようになった内部構造では C30 型では鉄板製の床面にあったパレットローダー用のレールが廃止され床面も鉄板張りから合板張りとなっているなお初期に生産された個体は脚部の形状が 通常のものと異なっている。塗装は C30 型を踏襲。銀色が黄緑6号、コンテナグリーンであり、二肩開きであることを示すため赤色の帯を塗っている。ありがとうございます。